千葉市人事委員会によりますと今年4月に市内の民間企業を対象に行った実態調査の結果月給が2.68%金額にして1万805円民間企業の平均が上回りボーナスも0.09ヶ月民間が上回っていることが確認されました韓国では民間との給与格差を解消するため 特に初任給を大卒で2万3800円引き上げるなど若年層に重点を置いて給与票全体を引き上げ改定するよう求めていてボーナスについても4.6ヶ月分に引き上げるよう求めています引き上げ勧告は3年連続で勧告通り改定されれば職員の月額給与は平均で1万514円 リズにして2.68％アップして40万2826円となり、平均年収は改定前より21万6千円増えて670万9千円となります。韓国に対して千葉市の神谷市長は韓国を尊重し適切に対応したいとコメントしています。